ではただいまから山梨県イメージアップ大賞表彰式を行います。山梨県イメージアップ大賞はスポーツ、芸術、文化、産業などあらゆる分野で県民に感動を与えるような活躍をされ、その活躍が全国に紹介されまして山梨県のイメージアップに貢献されたと認められる個人団体を表彰する制度でございます。これまでに全国高校サッカー選手権で優勝をいたしました山梨学院大学附属高校サッカー部や、あるいはロンドン五輪でメダルを3つ獲得いたしました水泳の鈴木聡美選手など、誠に輝かしい成績を残された方々が受賞をしております。それでは、西山市長は中央までお願いをいたします。山梨県イメージアップ大賞山梨学院大学附属高等学校男子駅伝部殿、あなたは第64回全国高等学校駅伝競争大会において日頃の練習の成果を遺憾なく発揮され県勢初となる全国制覇の快挙を成し遂げられました。チーム一丸となり都大路を全力疾走する姿は県民に熱い感動と夢を与えるとともに山梨県のイメージアップに多大な貢献をされましたので表彰します。平成26年1月14日山梨県知事ご署名どうもおめでとうございました。続きまして副賞の目録をお受け取りいただきたいと思います。川村副市長前にお願いいたします。おめでとうございました。ここで横内知事からご挨拶を申し上げます。皆さんこんにちは。山梨学院大学附属高等学校男子駅伝部の皆さんにおかれましては、山梨県イメージアップ大賞の受賞本当におめでとうございます。箱崎監督のご指導の下で山梨学院高等学校男子駅伝部は全国の並み居る強豪校を破って県勢初となる全国制覇を成し遂げるという栄誉をもたらしました。高校駅伝の聖地である都大路の大舞台で選手全員が力の限りを尽くしチーム一丸となる快走で襷をつなぎ駅伝史上に残るゴール前での大接戦を制して優勝のゴールテープを切った瞬間は県民に大きな歓喜と感動を与えてくれました。この度の輝かしい成績はまさに厳しい練習を積み重ねてきた賜物であり本県高校陸上界にとっても大きな励みとなるだけではなく私たちの全県民の誇りであります。こうした機構の活躍は山梨県のイメージアップに大きく貢献されましたので山梨県イメージアップ大賞をお送りするものであります。また女子駅伝部も県勢初としての6位入賞を果たすという素晴らしい成績を成し遂げております。指導者をはじめ関係各位のこれまでのご努力に心から敬意を表したいと思います。機構が全国を舞台にこれからもさらに活躍を続けることを期待をするとともに選手諸君にはこの大きな経験を生かして人間としてさらに大きく成長されていくことをご記念申し上げます。誠におめでとうございました。続きまして西山市長からもご挨拶をお願いします。今回は、このような名誉ある素晴らしい賞を、いただけて、チーム部員全員、本当に嬉しく思っております。僕たち男子駅伝部は、入学した当初から全国高校駅伝で優勝するというのを3年間の目標とし、今まで練習に取り組んできましたが、見事目標を達成することができ、チーム全員喜んでいる中、またこのような生活の拠点としている山梨県からイメージアップ大賞という山梨県に貢献できたということが本当に嬉しく思っております。3年生の多くは卒業した
後も、山梨学院大学の方で陸上競技を続けます。そして、今いる 1,2 年生も4月から 2,3 年生となって、また来年、今年の全高校駅伝に向けて、頑張ってくれると思います。これからも山梨県の、少しでも貢献できるように、チーム全員、これからも頑張っていきますし、少しでも山梨県の、山梨県に貢献できるような活躍ができるようこれからも頑張っていきますので、これからもご声援ご支援をよろしくお願いします。今回本当にありがとうございました。ありがとうございました。では最後に写真撮影を行いたいと思います。よろしいでしょうか。よろしいですか。ありがとうございました。続きまして全員による撮影を行いたいと思います。それでは撮影をお願いします。よろしいでしょうか。はい、ありがとうございました。それでは以上をもちまして山梨県イメージアップ大賞の表彰式を終わらせていただきます。誠にありがとうございました。ありがとうございました。